小さな頃には宝の地図が頭の中に浮かんでいて、いつでも探した奇跡の場所を知らない誰かに負けないように今では誇りだらけの毎日、いつの日か全ての時に身を任せるだけ。もしも世界が変わるのなら、何も知らない頃の私に連れて行って、思い出が変わるのなら、なあ